山口渡る鎮は、幕末の長州藩が、藩長となる居城を萩から山口へ移転した出来事。萩は、慶長9年の毛利輝元入城から259年に、渡り、藩長が置かれ人口4万人以上の西日本有数の城下町として発展していた。しかし、上位の欠航に際して、外国船による艦砲射撃に弱い萩から、 南北に海を抱える領内の統制が取りやすい内陸の山口へ移り鎮が検討され、まず当時を理由に藩主、毛利高地下が山口中川ら御茶屋に滞在するという建前を取りつつ建設地を選定し、最終的に広市の峰が選ばれ、文久3年7月20日に山口渡る鎮が発表された。なお、関ヶ原の戦いに敗れて、 広島城を失ったモトが新たな居城を萩に設けたのは江戸幕府の指示による。これについて、毛利氏は山口を本命の追記候補地としていたが、幕府により僻地に押し込められたという見方があり、山口はタルチンはそれ以来の悲願であったと言われているが、残されている高地下の訓示からはその見解は成り立たないともされる。山口城跡山口城は、 政務と補給を主目的とした後方の削減地としての役割を担った。周囲を水堀と石垣で囲み土類と砲台を配置した小規模な単角式の平城であるが、北方と西方は丘陵地を背にしており、南方と東方は資格のない八角両歩式城郭となっていた。砲撃戦を想定し天守閣や矢倉などの高層建築物は配置されなかったが、 西方の丘陵地にあるかつての高根城を詰城としていた。木内の御殿は萩城の御殿や金門の辺の戸賀で没収された江戸桜田藩邸を解体したものが移築され、幕府には館の移設として申請された。仮成長が移されると政治中枢が暫定的に移設されたが、山口の都市規模は萩と比べ2割程度と小さいことや、 相次ぐ動乱により武家屋敷の移設は、父として進まなかった。藩役人の住居不足を補う手段として、豪農や商家の別邸を御用宿として提供させ、仮住まいとしたが、藩施設を萩から完全に移設するには至らず、慶応3年2月頃まで山口と萩の二元体制が続いた。山口は、県庁所在都市にもかかわらず、小規模であることから、戦後復興期まで、 県庁移転運動が起こっている。ありがとうございます。